まあ、ちなみにですね、僕来月誕生日なんですけど、あのサソリ座でございまして、はい、美川憲一さんのね、サソリ座の女という歌がございますが、はい、まあ、これはさすがに知ってますかね、歌はね、サソリ座の女で、よかった、ね、やっぱりたまにはこう知ってる歌もね、ちょっと歌っておかないと全部知らなくて、ああ終わったみたいな感じになりますからね。あ、もう全然撮ってください、もう撮りまくってもらって大丈夫ですんでね、はい、ということでですね、ちょうど、今今日は10月の26日ですけど、今日 25? 休業日です。あ、今日25か、今日25日か、もうそこから間違ってる。あ、本当に、そっかそっか、もう多分日にちがもう1日ずれて、カレーもう暦がおかしいんでしょうね、僕の中のねそうで、ね、昨日10月24日生まれの人からサソリ座なんですよね。だいたいね、23とかの3とかの人もいる、3、4ぐらい、3、4ぐらいから。あ、それ厳密に決まってるわけじゃないの、うん、あ、うん、なんか僕が昨日見たネットの情報だと10月24日からがサソリ座だったんですけど、その年によってちょっと微妙に変わる時が、年によって変わる時がある、ね、じゃあ10月23日生まれの人は、うん、今年はサソリ座だけど、うん、そうそう、去年の人は違うとか、そういう時がある、うん、時があるの、ある。え、水亀座だっけ、その前は全然違う、違ったっけ、サソリ座の前は、サソリ座の前は天秤座、天秤座、はい、そうなんですね、うん、あ、なるほど。あのセイントセイヤっていうアニメが昔ありましてですね、はい、あの僕ちょうど小学校2年生ぐらいの頃でめっちゃ見てたんですけど、あのそのこのクロスっていうんですか、でゴールドクロスとかいろんなそのキャラクターの、その人形、その鎧みたいにそのクロスを身にまとった人形が爆発的大ヒットしましてですね、で僕もゴールドクロスをですね、2体だけ持ってたんですけど、それが天秤座とサソリ座だったんですよ。そう、まあサソリ座は自分の星座だから買ったんですけど、まあ、あの天秤座のやつはなんかもうすごいこう重装備なんですね、武器がいっぱい、セイントって基本はあの素手で戦って、まあ、素手とか、まあ、このね、クロスだけを身につけて戦うんですけど、その天秤座ライブラの、あのクロス、セイントだけは武器の携帯が許されたっていう、そういう設定があって、その武器をなんかね、すごいなんか12種類ぐらい持ってこう、それ持ち帰って戦うみたいな。全然覚えてない。そう、あのちなみにライブラ、ゴールドクロスのライブラのセイントは、うん、あのシリュウ、ドラゴンシリュウの師匠の老師でございまして、はい、名前はドーコって言うんですけど、はい、どうでもいい情報でしたねその早く歌えよみたいな、はい、感じですけども、まあ、このまんまちょっとね、はい、ではあのちょっと前置きがだいぶ長くなりましたけれども、待ってるとあと10分続いちゃうから、そうですね、あとあのそういつ終わるんだろうってなりますから、そう、あのいつ歌い始めんだろうってなりますから、そろそろね歌いたいと思います。それでは、ね、サソリ座の女よろしくお願いします。私はサソリ座の女、沖の隅まで笑うがいいわ。あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく想い込んだら、命がけよ。そうよ、私はサソリ座の女、サソリの星には一途な星よ。どうもありがとうございます。私はサソリ座の女、お気の毒様笑うがいいわ。女の心を知らないで騙して汚して傷つけたバカな男は、あなたなのよ。そうよ、
私にはサソリ座の女、サソリの毒は後で効くのよ。茶が冷めるわさあどうぞ、それには毒など入れないわ、強がりに言っても、女女女なのよ。そうよ私にはサソリ座の女、サソリの星は一途な星よ。どうもありがとうございます。はい、ということで三河健一さんのね大ヒット曲でございますが、サソリ座の女、はい、サソリ座の千葉山貴弘がお届けいたしました。どうもありがとうございます。はい、ということでね、このなんていうかエスニックなこの煙に包まれてスモークがたかれてるようなね感じになってきましたけど、なかなかこういうシチュエーションでね、こういう歌謡曲演歌を歌ってる、ね、歌手も僕ぐらいな感じなんじゃないかなと思いますけれどもね。